周辺には警察車両が集まっています。そして規制線のところにはこのように献花台が設けられ、花束やお菓子類などが並べられています。今日も現場検証が行われていた。姉の竹内恵美容疑者、遺体を切断するなどした疑いで逮捕された。些細なことで弟と揉め事になり殺害してしまった。遺体の処理に困り解体して捨てようと思った。弟を殺害し遺体を切断したと話しているという。警察は見つかった遺体が弟の亮さんと見ているが、内臓など一部が見つかっていない。恵美容疑者は遺体の一部をトイレに流した。捜査関係者によると、